歌舞伎の出語りが、本業の時和図が、人形浄瑠璃の出語りをした貴重な錦絵。六代目時和図小文字太夫社中、芋瀬山目定金。初代、歌川薫衆が、時和図小文字太夫は、浄瑠璃の一つ、時和節の宗家、家元である、時和図文字太夫の前名として名乗る。代数は、不本説を創始し時和図を離れた、初代小文字太夫。 五代目文字太夫を襲名したが、後に、文語大乗と確出が生じ離縁となった四代目、小文字太夫、通称紀流小文字と呼ばれ、やはり家元から離縁となった五代目小文字太夫の三人を、含めない数え方や、小文字太夫を名乗ったすべての人を含めた数え方、などがある。教法元年名和元年、宮古文語城の門弟、宮古小文字太夫。 1747年に、兄弟子である、宮古の文字太夫が、時和節を創設した時に、初代時和津小文字太夫と改名書秋語りを務める。1748年に独立して、富本豊氏太夫と名乗り、不本説を起こした。1749年に受領して、富本豊前城、藤原高近となる。1760年に、再び受領して、 富本畜前城となる。完成4年文政2年。後の時わず八世家元三3代目時わず文字大優。文化元年文級2年。後の時わず九世家元四4代目時わず文字大優。初代時わず文語大城。文政5年明治2年。後の時わず十聖世元も5代目時わず文字大優。生没年不詳。時わず九世家元 四代目時和津文字太夫の養子。上州気流の生まれであることから通称、気流小文字と呼ばれる。続称は新安。1858年五代目文字太夫が離縁された、ため養子に迎えられ、五代目小文字太夫を襲名。1862年に、初代時和津文語大嬢が没すると江戸三座出立、語りを務めるようになるが、岐阜の没後間もなくゆえあって、 家元家を離縁となり、1863年、中村座の顔見せ番付筆頭に記されたのを最後と、し、家元家を離れて、故郷の上州気流に帰り静かに没したとされる。代表曲、五式ざらし、資源野等、天保十二年明治五年、時和十一聖家元、旧聖家元、四代目時和津文字が言う、初代文語大乗の実施、本名、 常岡多摩六、通称は佐六文中。義阜帝の五代目文字太夫、五代目小文字太夫が、相次いで離縁されたため若くして、家元の後継者となる。1864年2月中村座、色直型盲戦で、時和座優文中の名で、初舞台。同年10月中村座、久しの春主演島大で小文字太夫を襲名。名優四代目市川章。 段次が座頭を務め、江戸三座座す、段菊左が揃った60年ごとに開催される、中村座、き狂言工場の西紀絵に描かれている。以後も引き続き三座に出勤し活躍した。1869年7月中村座、大都会政戦へ合わせでは三代目時和文自体有50回期、初代、市川おめぞ三37回期、四代目。 時和津文字太夫七回帰と称し、スケクなど、全四段の浄瑠璃を一門総出で上演した。明治維新後には時和津、書生家元前名の頭文字をそれぞれ取り名字を得た。1872年中村座、関小祐関扉を最後に31歳で、創生してしまうが、その後は妻常が、時和津大夫、文中の名で流儀をよく取りまとめる。代表曲、赤缶、 助六、ろく、昭和都天保十三年明治三十九年、時わず十二聖家元、十一聖家元六代目昭字寺太夫妻である、常岡常の養子、本名、山影忠介、後の初代時わず林中、幼少の頃、数と太夫に入門し、小和と太夫を許される。その後に、初代文語大将の内弟子となり、1862年に、 文後大城が没すると、初代松尾太夫の門下となる。1879年まで二代目松尾太夫を名乗っていたが、新富佐佐元の十二代目、森田寛也の世話で、家元家に養子に入り七代目小文字太夫を襲名。1882年には1860年以来、別れていた時和ずし千未仙方岩沢派との和解を成立させ、1884年には、 記念曲として、松島を作曲。1886年以降に、家元家をゆえあって離れた後は、初代時はずりん中となり出勤している。豪快で自由活達、変幻自在の語り口で、金星法学師不出世の名人とされ、清本不死家元五代目、清本縁樹太夫、長唄建政会を創始した四代目、吉住小三郎など、他流の名人からも一目置かれる。 明治39年の万長法には、名人と称得られたるは、わずかに能楽の梅若六郎、宝生九郎と時和津の林中と三人なりし、と高い評価を受けている。また、明治維新の功労者の一人である、後藤昌次郎は、林中の語り口を非常に好んでいた。代表曲、釣女、松島、白井と、羽衣、と、替え四年昭和五年。 あとの時わず十四世かもと、六代目時わず文字大夫。二代目時わず文語大将。助六分中妻である、常岡常の養子。本名、常岡牛五郎。明治三十年昭和二十六年。あとの時わず十五世かもと、七代目時わず文字大夫。六代目文字大夫のお子。本名、常岡孝之助。大正七年平成三年。 後の時和ず十六世か元と、八代目時和ず文字太夫、七代目文字太夫の長男、本名、常岡明。詳細は時和ず文字太夫を参照詳細は時和ず小文字太夫を参照。ありがとうございます。